あようちゃん、今日は俺の三種の神器を紹介したいと思います。家族って言ってた、家族三種の神器、俺の仕事のお供、大事なチームメイト、クラスメイト、クラスメイトじゃねえかカロリーメイトこれがほら一番好きなやつ、チョコ味ね。これがメープル味、メープル味で、これがチーズ味。あとそう、俺ほらフルーツは食べらんないんだけど、あのもう一個あれ、そう一回食べたことあるの、バニラ味。バニラ味って新しかったね。バニラ味もなんかね、うん、美味しかったような気がする。忘れた、バニラ味一回食べたら。あと動画来たらおにぎりでもようか。これ最近朝ごはんずっとこればっか鮭となんかたらこ、細かいたらこの粒が入ってるやつね。前置きはこの辺にしてさ、富士仙台行って帰ってきてさ、もうさもう本当にさ、超楽しかったし嬉しかったし、なんかね、そう半年分の心の隙間を埋められた気がする。なんかあのコメントの仕返しでもほら何かに言ったんだけどさ、ほらスーちゃん背も伸びたって聞いてるしさ、でなんか結構ほらもう中学生、ほらスーちゃんの年代ってさ成長がやっぱ著しいじゃん。そうでやっぱ女の子だしさ、しね、もうちょうどそういう年頃でさ、ぶっちゃけちょっと不安があってね。そうやっぱほらスーちゃんにしてみればほら元々の住んでた近くに戻ってさ、ほら近くにね、まあ、自分の、ね、パパもいるしさ、お兄ちゃん二人もいるしさ、ね、なんか俺帰ってもなんか別に必要とされてないんだろうなとかっていうのもちょっとあってさ、でもまあそれはしょうがないかなって、うん、ね、それはほらスーちゃんのがどう感じるかはさスーちゃん次第でさ、ね、俺はできる限りのことはほらスーちゃんにしてあげたいと思ってるしさ、少なくとも成人するまではね、あの裏からね支援してあげたいなと思ったけどさ、でもさ俺ほら引っ越し以来じゃん、あそこのさなっちゃんスーちゃんが今いるところに部屋入るの、引っ越し3月の引っ越し以来でさ、あの時はもう引っ越しだからバタバタしてすぐ帰ったしさ、ね、荷物もほらねどんどんって積み上がってる状態で部屋ではなかったからさ、で今回初めて部屋に入ったじゃん。なんかねほらその完成部屋としてはさ俺初めて入ったんだけどさ、まあそこにやっぱスーちゃんとなっちゃんがいるじゃん。初めての部屋なのにさ、なんかすごい懐かしい感覚に包まれて、なんかすげえ落ち着くの。はあ、なんか帰ってきたって感じね。どっちかっていうと感覚的に言ったらお邪魔しますな感じじゃん。俺一回も住んでないしさ、ね。で俺なっちゃんとも昨日話してたんだけどさ、俺意外と人ん家にお邪魔するのって苦手でさ、嫌とかじゃないんだけど、やっぱ気使っちゃうしさ、まだほら、ね、遊び行くぐらいだったらいいんだけど、泊まるとかって俺すげえ気使うからさ、あんまり俺人んちとか、実は泊まりたくないタイプなのよ。だったらほら、車とかトラックとかで寝てた方がいいやっていう気楽だから、そう、なんだけど、なんかね、やっぱそうだよね。まあ、結局だからスーちゃんなっちゃんがありきだからなんだろうね。なんか部屋の中がさ、ね、
当然横浜の時とは全然ね、部屋の作りも景色も家具もさ違うんだけどさ、ところどころにやっぱ横浜の時に飾ってたさ、ステンドグラスみんなで作ったやつとかさ、絵とかさ、なんかほら見覚えのある懐かしいもん、時計とか、ところどころそういうのはあるけどさ、あとなっちゃんが木好きだからね、ほらいつもの見覚えのある木がこう置いてあったりさ、草、そう、でもなんかそういうのじゃなくて、なんかその空間がさ、なんかすごい懐かしくてさ、でそのさっきのほら話飛んだけど、スーちゃんがさ、本当にいい意味でね、すごくいい意味でさ、スーちゃんが全然変わんなくてさ、本当に横浜で一緒に行った時のまんまのスーちゃんでさ、そう、相変わらず口は悪いんだけどさ、あの全然変わらずに接してくれてさ、俺もすげえ嬉しくてさ、そうで、ほらスーちゃん当然自分の部屋もあるわけだしさ、でだけどなんだかんだ2日間スーちゃんもずっとリビングにいてね、ほらなんか怖いの見ようとかね、ゲームしようとかっつってさ、なんかね構ってくれたしさ、そうなんかほんとスーちゃんが横浜の時と変わらずに接してくれて、なんかもうそれだけで俺嬉しくなっちゃったね。なんかいろいろ報告もしてくれたしさね本当に確かにね、身長はちょっと伸びたかな、なっちゃんよりちょっと低いぐらい、そうだいぶなっちゃんに近づいてきたから、確かに身長はだいぶ伸びたっぽいね。そうね、体重もねなんか増えたらしいけど、ほらまあ、スーちゃんもともと細いからさね、そうだけど確かに身長はちょっと伸びてね、後ろ姿見ると背が伸びた分ちょっとお姉さんになったなって感じだけどさ、でも正面向いて喋ってるとさ、もうあの時のまんまのスーちゃんでさで一番それを実感したのがさ、ほら俺ってなっちゃんにすぐ怒られるんだけど、そのね、部屋、そのほらなんだかんだ初日はさ、いろいろご飯食べ行ったり買い物行ったりして、2日目、昨日一昨日かはさ、結構部屋でまったりしてね、お昼過ぎ、夕方前ぐらいまで結構まったり、昼過ぎまでかまったりしてたんだけどさ、なんか俺がなんかいつものことだからなんで怒られたかわかんないけどさ、なんかで俺がまたなっちゃんに怒られたのよ。ちょっと何やってんのと、ほらーってもうーとかつって、なんかなっちゃん切れて、したらさ、スーちゃんがさ、もうほんとさ、スーちゃん俺が怒られるとほんと嬉しそうにキラキラ笑ってさ、怒られてやんのつってさ、うっせえつってそう、でもさ、なっちゃんに言わせるとさ、俺もスーちゃんもさ、怒られるとこ一緒なんだよねそういつも同じようなことでさ、そう、でもほら、なっちゃんの怒りが俺に落ちればほら、しばらくは鎮火するからさね、だからスーちゃん喜ぶのそう、平井心みたいなもんだよね、俺ね。そうだから俺がいるとほら、スーちゃんが怒られる確率が減るからさ、そう、スーちゃん超喜ぶのかわいいね。そうで、そうそう、楽器屋さんも行ったしさ、楽器屋さんも行ったし、あの結局何も買わなかったんだけど、そうなんかあのほらネットでいろいろセットとかね買うと安いしさ、あのほらアンプとかいろいろ、アンプっていうかね、ヘッドホンでさ、こうほらつないで今コンパクトにできるね、セットとかがあるからさ、アンプつないでもどうせほら、ああいうとこね、あんま迷惑で音出せないじゃん。だからさ、そういうのセットネットで買った方がいいよ、つってさ。結局まあ、物は買わなかったんだけど、島村行ってさ、そう、あのむしろリフのね、俺の地元のリフのほら、新しいようにさ、でほら、うち母ちゃんもほら、なっちゃんとすーちゃん会いたがってたしさ、ね、なっちゃんもすーちゃんも会いたがってたからさ、あの、あと、うちの弟がちょうど休みだったから、母ちゃん弟連れてきてさ、こっち3人で5人で、リフのイオンあちこちお買い物してさ、ご飯食べてさ、そう、すっげえ楽しかったよ。ね。そう。
母ちゃんももうスーちゃん大好きだからさ、もうスーちゃんスーちゃんっつってさねえ、なんかもうほんとね、話したらキリがないんだけどね、もう本当によかった、あっという間だったね。そうで、土曜日はね、土曜日はそうイオンでほらお肉買ってきたからさ、ホットプレートで3人でつついて焼肉して食べてさ、でああいうのもいいね、みんなでこうやってつついて焼いて食べるのすげえ久しぶりだったからさね、もうどうしよう、ずっとずっと顔がほつれてる。そうでもその反動でもう帰りだよね、もう帰りもぬけの殻になったよね、もうだ次はさ、まあ遅くても年末まで3ヶ月で年末だから、ね、その前にまたなんかどっかタイミングがあれば帰ればさ、帰りたいとは思ってるけど、まあ一応長くても次は年末までの我慢だね。そう、うん、なんかさ、なんかいろいろね、あんまスーちゃんのこと言うと怒られるからさ、ね、私のこと話さないでくださるかしらとかってさ言われるからさ、そうちょっとね、だけどね、とにかくすごい楽しかったよって。なんかなんだろう、別に何したってわけじゃないんだけどさ、逆に俺はなんかあの横浜行った時のまんまの感じっていうかさ、ご飯とかも大したもの食べてない、マック行ってさ、ねえハンバーガー食べたりさ、ゲーセンに行ってゲームしたり、で部屋に戻ってマリオカートしたりさ、ねなんかほんと別に大したことしてないんだけど、その大したことないね、それこそ半年前は当たり前だった日常をさ、なんかもう一回ね味わってさ、あーそうこの感じこの感じと思ってさ、なんかもうすごい嬉しかったよただののろけ動画かこれね、ただののろけ動画じゃん。だからさ、ね、なんかいいね、なんかいいね、なんかね、本当にさ、だから頑張ろう。スーちゃんもなんか本当に頑張ってるしさ本当に話したらきりないんだけどさ、本当かわいいのスーちゃんいちいちなんかね、そうなんか俺はさ、なっちゃんにも昨日言ったけど、ほら俺はやっぱさっき言ったようにさね、スーちゃんからどう思われてるかっていうのはさ、やっぱこう俺の中ですごいずっと不安があるんだけど、なんかでもこう今回2日間帰ってさ、ほんと口では相変わらず生意気のこと言うのよ。もう部屋入った瞬間にさ、ねいつ帰んの、え今日泊まんの、嘘でしょ、はって帰ったらいいじゃん、なんで泊まんなくていいよとかっつって口では言うんだけどさ、なんだかんだああやってさ構ってくれるしさ、あれはだからスーちゃんにしめれば挨拶みたいなもんだからさ、でもなんかところどころで口は悪いんだけどさ、なんかこうね、いや私はあなたのことを受け入れてるんですよっていう、なんかスーちゃんなりのメッセージっていうかさ、なんかそういうのを感じた。そう、うん、やっぱほらスーちゃん面と向かって俺にそういうほらことね言えないからさ、口では悪口言ってんだけどさ、うん、でもなんかスーちゃんなりのなんかそういうさ、別にあなたのこと本当に嫌いなわけじゃないよってね、うんね本当に嫌いだったら相手してないしさ、むしろ部屋から出てこないよってね、そうリフにだって一緒に行かないし、そうっていうなんか無言のメッセージをなんか受け取れた気がしてさね、そうでこの動画スーちゃんに見られたら怒られそうだからやめよう、ね、んなこと思ってねえしって勝手に勘違いすんだし勘違いしててクソとか言われるからさ本当に勝手に勘違いして一人で舞い上がってクソとか言われるからさ、本当本当腹立つのりだからさ、ね、だからちょっとおにぎり食べよう。そう仙台
寒くてこれ買ってきたよ、ほら仙台リフのさ、なんだっけ、なんかリフのなんかそういうね服屋さんで買ってきたよ。そう、チャックの開け閉めにちょっとコツがいてさ、難しいんだよこれ。そう、でもスーちゃんにヒントもらったからなんとか開け閉めできるようになった。ね、難しい。だから今日これ食べるからね。だから終わり。だから今日の動画は報告動画で超クソ動画だからさ、多分ね326回ぐらいしか回んないけどね、そこのとこよろしく。だからそんな感じ、終わり。あとね、ほらここ現場9時だからあと1時間あるからさ、おにぎり食べてちょっと寝ようかね。少し眠いから食べたら寝よう、ね、だからそんな感じ、終わり。疲れちゃん、だから今週もご安全に、ね、今週やったらもう9月おしまいじゃない。今日24でしょ、24、25、26、27、28、29、あれ7月って31まで30まで、まあほぼ今週いっぱいだよね。わかんない、月曜日もあるかもしれないけど、ほぼ今週いっぱい。今週も今月もご安全に。疲れちゃう。